いやライスもうそこいらないんだよ、相手一人少ないし、より一層いらないよそこ。やば、シンチェンコ無理するし、ライス降りてくし、ウィング絞るかボランチ縦スラするか曖昧になってます。そうで、ボランチの縦スラなんですよ、アーセナルって。ウィングを絞らしすぎないようにするから、だからジャカとか絶対出てくし、ハバーツもそこうまいじゃん。でも今アンカーのライスが左インサイドハーフ、最初のハバーツ、その後のファビオ・ビエラの立ち位置になったけど、ライスが自分の守備の役割そのまんまだから、うわーやったな。うん、だからそこの役割変更できないまんま、押し込まれてというか攻撃の起点作られて、その後ライスが降りてきすぎてて、後ろ重くなって、ジンチェンコにパスつけた後のジンチェンコの判断も悪くてってみたいな感じだから、ちょっと厳しいね。しっかり締めたかったけど、役割変更がうまく伝わってなかったね、多分。攻守において。ライス、貪欲だけど器用なタイプではないからね。キビオルは徐々に良くなる兆し出てきたかなぐらいですね。だとしてもあの金かける選手ではなかったと思ってますけどね。あとはメンタル的な部分かな。ペドロポロみたいに戦える選手になるかどうかって。そう、ライスがちゃんと攻撃的に振る舞うか。さっきはジンチェンコが入ってきた位置にライス行っちゃったから、迂回経路できなくておかしくなったけど。ライスこの位置でね、クロス飛び込んでると。ね、本当はニアゾーンランしてほしいけどね。ライス左インサイドハーフのアーセナルでの経験値は少ないからね。ファビオ・ビエラだったら今走ってクロス呼び込んでる。そうだ、いろいろやらせようとしてキャパオーバーになってるな、ライスが。なんだけど、その後に、じゃあジョルジーニョ入れようぜ。ジョルジーニョここに入れて、この、こういう形でさ、腕ゴール下げて、ジョルジーニョ入れるんだけど、ジョルジーニョここ。ライスここ、ファビオ・ビエラここにしたんだけど、このね、降りていく選手へのプレスのところで、普通だったらこれこのままインサイダーついてくるんだけど、ここジョルジーニョ出てってみたいな。ここの守備の担当は、普通アンカーがこうで残ってこうなんだけど、ここが、ライスがここに上がった分、ちょっとここの役割整理うまくいってない時間と、あとは後ろのビルドアップも、ここ上がってジンチェンコ入ってなのに、ライスこのままここ行くから、そう、ジンチェンコ入れなくてこうなった時、ここがハメパスになったんで、それきっかけでコーナー取られてるから、そう、だからまあこういう風に、一応、まあ全部論理的にうまくいき出して、論理的にうまくいかなくなりだしたってことですね。